になります。今日が J リーグデビュー戦、左のスペースドット、ミスになって高橋奪った、中2枚いるマイナス、風間コントロールして決めた。落ち着いていました風間幸輝、先制群馬です。高橋が粘って落ち着いてラストパス、山田のところをうまく入れ替わりました。高橋落ち着いてラストパス、風間ワンタッチしてゴールキーパーの逆をつきました。ディフェンダーそしてゴールキーパーはダイレクトで打つタイミングで構えていましたので、このシュートには反応できませんでした。立ち上がりから高橋俊太が